こんにちは、大みきです。はい、というわけでですね、今回何をしていくかと言いますと、本日6月11日火曜日に、日向坂46セカンドシングルドレミソラシドの MV が公開されましたので、その話をしていこうと思います。はい、でですね、僕もさっき 1,2 回ぐらい見てきたんですけれども、いやー、なんかすごいいい意味で想像通りの MV になったなっていう印象を受けました。まあ、その曲を聴いた段階でもう夏曲っていうのは分かっていましたし、アップテンポな曲だったので、まあ、こういう感じですごい明るい MV になるなっていうのを予想ついてたんですけど、やっぱりその中でもやっぱり曲に絵がついてみると、あ、こうやって見えるんだっていう、そこのなんか感覚の違いっていうのも感じることができまして、結構それも面白かったりしましたね。はい、で、そうだな、これ本当にもう僕の第一印象なんで、いや、それは違うよっていう思う方も当然いると思うんですけれども、僕は、すごい世界に通ずるものがあるなっていう印象を受けました。まあ、これがなぜか僕でもわかんないんですけど、本当にもうパッと見だったんですけど、なんか、世界っぽいなっていう気がしたか、多分この学校の校舎の感じだったりとかもそうだと思うんだけど、あとその青空の元で歌うっていう構図も相まってかわかんないんだけど、なんか世界っぽいなっていう気がして、それもなんか懐かしく感じたりとか。あと懐かしいで言うと、メンバーの着てる制服、このメインのやつじゃない方の、学校とかの制服ね。あの制服が、あれこれ、あれじゃねっていうやつだったりとかして、その辺の歴史もね、感じることができて。すごいなんか、絵的に面白いなっていう印象ですよね。あとはその、歌ってる時の、メインの、衣装ね、空色の全員と、統一の衣装も、あれもね、僕ちょっとトップクラスに好きかもしれない、あの衣装。そう、空色でここがピンクになっててっていう。あれすごいいいですよね。ここのひらひら、こことここの腰部分とさ、ここの腕のひらひらがすごくいい。踊りながらここがひらひらしてるのがめちゃくちゃいいっていう印象とか受けましたね。そうだなぁ。あとは、やっぱニブちゃんだね、今回は。そうですね。今回ね、初フロントっていうことでニブちゃんが1列目に来ましたけれども。いや、やっぱりね、歌ってる時の表情だったりっていうのがめちゃくちゃ豊かで、ニブちゃんってあれなんだよね。笑顔、その喜怒哀楽の中でも、その喜だけ撮っても4種類ぐらいあるんですよね。そうそうそう。だから本当に笑顔がワンパターンじゃないので、見ててすごく、なんだろう、こっちも、なんか幸せな気分になれるし、なんかやっぱ表情がすごい上手いから、もっとニブちゃん前に出てほしいって思うぐらい、良かったですね。うん。っていう感じかな。あとはそうですね。あとこれすごい僕新鮮に思ったのが、一人のメンバーが画角を占領するっていう、カットが結構いくつもあるんです。前半にも後半にもあって。それって割と僕が見てきた中では、割と初めてかなと。その本当にもうほぼ全員ありますよね。ちょっとごめんなさい。いないメンバーだと本当申し訳ないが、多分ほぼ全員、あったと思います。その、一人が、一つの画角を占領するっていう場面ね。が、一人一つぐらいあって、これがなんかね、なんかそういえばこういうのって表題曲で見てこなかったなーって思って、それも含めて、なんかすごい新しいなっていう印象を受けましたね。そうそうそう。すごいだから、好きですね。MV の作りとしてはすごく好きで、そう、まあ、さっき言った、世界っぽいっていうのはあるかもしれないんだけど、なんか、すごい僕世界の MV がめちゃくちゃ好きなんで、っていうのもあるかもしれないんですけど、なんかね、やっぱ全体的にすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。そうそうそう。あとはなんだろうな、やっぱ小魚は、やっぱ、センター似合うね。すごく。というふうに思う。そう、まあ、キュンの時もそうだったんだけど、まあ、実際ね、ひらがな時代からすごいかっこいい曲もセンターとかやってましたし、やっぱできるなって、なんでもできるなって思った。っていうそんな気がしたんで。僕はどっちかっていうとセンターは割と変えていってほしい派なんですけど、まあ、その日向坂っていう曲、グループの印象っていうか、をつけるためには、やっぱり最初はセンター固定になっちゃうのかなっていうふうに。まあ、それが全然悪いこととは思わないし、いいと思います。はいはいはい。あとはそうだね。まあまあ、そうね。まあ、メミが今回いないっていうのはあるけども、まあ、元気になって戻ってきてほしいですね。だからでも、
MV 自体はすごくやっぱり良かったので、そうやっぱ夏曲ですね。これはフェスとかでやってほしい、はい、っていうそういう印象を受けました。いや、今回の MVP は僕は鈍者だと思います。めちゃくちゃ素敵でした、表情が。はい、っていう感じでございまして、以上、ドリームスラッシュドの MV の率直な感想でした。はい、以上です。はい、ですね、ちょっとじゃあここから僕の軽い現状説明をしようと思うんですけれども、今こうやって結構頑張って喋ってるんですけど、めちゃくちゃ実は喉が痛くて、もう熱とかはもう下がりきってるんだけど、唯一も喉が痛くてですね、もうちょっと喋ってるのがすごいしんどくて、今なんだっけ、息を飲むじゃない、あのゴクってするじゃん、これなんていうかわかんない、この動作の名称がわかんない、ゴクってすんじゃん、そう、唾ゴクってすんじゃん、それがねめちゃくちゃ痛いんですよ。あと食事とかもな、とにかく喉に何か入れるのが痛いんだけど、ここが痛いんだよね、リンパが痛くて、まあ多分それでこっちの喉も痛いって感じなんだろうけど、だから休みたいっす昨日も普通にバイト行っちゃった、はい、ってな感じでございますね。もうちょっと完治には時間がかかりそうなんですけど、まあまあでも直します、頑張りますね。はい、というわけで、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。おみきでした。